宮川の子は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員、文部科学大臣政務官。山梨県山梨市で、生死業を営む家庭に生まれ、10歳の時に父親を病気で亡くす。山梨市立草壁小学校、山梨英和中学校、山梨学院大学附属高等学校。 2002年に、慶応義塾大学文学部人間関係学科を、それぞれ卒業後、山梨学院大学附属中学高等学校で、英語教師を5年間務めて2007年に退職し、松下政経塾へ入塾する。入塾中に、自民党山梨県参議院選挙区、第2支部長を務め、卒塾した2010年の第22回参議院議員、通常選挙に、 山梨県選挙区で自民党公認候補として立候補するも民主党現職のコ石東に3700票差で敗れて落選する。その後自民党山梨県第一選挙区支部長を務めて衆議院へ転出し2012年の第46回衆議院議員総選挙に山梨一区で立候補すると元環境大臣で民主党から 日本維新の会へ倉替えした小沢栄人を破り、初当選する。2014年の第47回衆議院議員総選挙に山梨一区で立候補し、民主党公認の中島勝人に敗れるも、比例復活で再選される。2017年8月に第3次安倍第3次改造内閣で文部科学大臣政務官に任命され、10月の 第48回衆議院議員総選挙に比例南関東ブロックで自民党単独候補1位として立候補し3回目の当選となる。2018年に自民党の県議18人から2019年山梨県知事選挙へ立候補を要請されるも10月2日に知事選には出ない胸を述べた。2019年4月1日に 東京都心部でタクシーを降車後に車では寝られて救急搬送されるも5月6日に退院して政治活動を再開した2016年頃より乳がんにより闘病をしながら議員活動を続けていたが2019年9月12日20時25分に都内の病院で死去した40歳没没費をもって生後以上位、朝日中受賞が追贈され 11月12日の衆議院本会議で野田聖子により追悼演説が行われた。主張、ありがとうございます。